あ、お姉ちゃんがエビさんだ。お姉ちゃんが見てない隙にこれで遊ぼう。勝手に遊んだら怒られるかな。お父さん、お姉ちゃんに言わないでね。あ、ブラシだ。僕このブラシも好きなんだ。ブラシで遊んでもお姉ちゃん怒るからな。お姉ちゃんに言わないでよ。僕このエビさんとブラシがあったらずっと遊べる。どうしてお姉ちゃんはいつも怒るんだろう。僕の自由に遊ばせてほしいな。お父さんからも言ってみてくれない？ん？なんだ？あ、2階でセイ君が暴れてるんだ。セイ君元気だね。セイ君、もっと僕と遊んでくれないかな？あ、お姉ちゃん来た。おいこっぺ、私のエビで遊んだやろ。僕知らない。何のこと言ってるのかわからない。嘘つくな。さっきエビで遊ぼうと思ったらコッペの匂い染みついてたわ。あ、それお父さんだよ。お父さんがエビさん抱っこしてたよ。秒でバレる。嘘つくな。もう知らないって言ってるでしょ。なんやとこら。叩かないでよ。私のエビに触るなっていつも言うてるやろ。もう、わかったよ。もう触らないから。この野郎。え？うわ、空振った。こら、こっぺ何してくれてんねん。お姉ちゃんがしつこいからだよ。え？私しばかれた？あかん。怖い。意味わからへん。怖い。あれ？これ僕買ったんじゃない？僕最近、かなり強くなってるんだよね。ご飯いっぱい食べて、体もすっごく大きくなったからな。もうお姉ちゃんより体も大きいし、もうあんなメスゴリラ怖くなんかないぞ。なんやとこら。嘘です。ごめんなさい。誰がメスゴリラやって。ママです。メスゴリラはママのことです。こっぺ、この動画ママが見たらめっちゃ怒られるで。やめてよ、押さないでよ。悪口ばっかり言うからや。痛い、叩かないで。こっぺが悪いからやろ。僕悪いことしてないもん。僕が一体何をしたんだよ。私のエビで勝手に遊んだやないか。違うもん。あのエビさん僕のだもん。お父さんが僕のものに捨てにって言ったんだよ。怒られるから隠れとこう。なんやそれ。それで隠れてるつもりか。バレバレやねん。おい、いい加減にせえよ。やめろ。ん？なんや？また空振った。なんや、やんのかこら。うわ、ごめんなさい、ごめんなさい。もういいわ。もうコッペとは遊んであげへんからな。うわ、臭いな。めっちゃコッペの匂いするやん。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てください。